会議に先立ちお願い申し上げます。新型コロナウイルス感染症予防のため発言するときはマスクの着用にご協力ください。また今回は新型コロナウイルス感染症の治療に日夜頑張ってくださっている医療従事者の方々に感謝とお礼の気持ちを込めて相互の礼を行いたいと思いますので全員のご起立をお願いいたします。 レイ続きまして町民憲章の賞をお願いします感染症予防のためマスク着用のままご唱はください全文は省略させていただきます1つ郷土を愛し恵まれた自然を大切にします1つ仕事に誇りを持ち元気に働きます1つ 明るい家庭をつくり健全な青少年を育てます一つ互いに助け合い心のふり合う町をつくります一つ決まりを守り安全で住みよい町をつくりますありがとうございましたご着席ください出席議員が定則数に達しておりますので これから本日の会議を開きます。発言の際にはマスクを着用して発言してください。また発言するとき、発言が終了したときにマイクボタンを押すようにお願いします。それでは日程に入ります。日程第1、議案第52号、森町消防団員等 公務災害保障条例の一部を改正する条例についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか質疑なしと認めます。日程第2位 議案第53号森町税条例の一部を改正する条例について及び日程第3議案第54号森町都市計画条例の一部を改正する条例について議案2件を一括議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか ?8 番、中根幸雄君。 8番中根幸夫です。ただいま質疑に入っております税条例の関係ですね。議案第53号森町税条例の一部を改正する条例について伺いたいと思います。今回の改正はですね、新型コロナウイルス感染症が 納税者に及ぼす影響を勘案するため、地方税法の一部を改正する法律に伴ってですね、町の税条例を改正するということで、えー、徴収猶予と必要な措置であるというふうに思っております、えー。そこで参考までにですね、この改正に伴って、えー、固定資産税、あるいは 軽自動車税の軽減の対象者となる人数、それから軽減額、減収額ですね、えー、がどの程度になるかあ分かる範囲で伺いたいと思います。えー、それからですね、でこれはあのおこの総務省の通知を見ますとね、減収分については新たに、えー、例えばあ固定資産税についてはですね、 新たに創設する新型コロナウイルス感染症対策、地方税、減収補填、特別交付金、あるいはまたあの軽自動車税についてはです、ねえー、自動車税、減収補填、特例交付金等で補填されるというふうにあの書かれておりますけども、 その辺も合わせて伺いたいと思います山下税務課長税務課長ですただいまの中根議員のご質問にお答えします今回の税制改正における まず影響額ですけれども、影響額につきましては、現段階では、軽自動車税の環境性の割による減収分、こちらの方は、あの、予算計上の時の資んからあの考えまして、本年10月から翌年3月6月、翌年の3月の6ヶ月分で、 お,およそ233万8000円ほどの減収を見込んでおります。で、対象の台数とかですけれども、ちょっと、えー、そのあたりははっきりしませんが、昨年の10月からこの制度が始まりまして、10月から令和2年3月までの実績としまして、 環境性、ごめんなさい。環境性の割の男子、えー、数が62台。実績の金額としては、えー、110万500円という、えー、実績でありました。また、固、えー、定資産税につきましては、えー、その都度都度の申請によりますので、えー、そちらもですね、あの、影響額については、 自然に把握することがちょっと難しいですけれども、えー、昨年度の実績につきましては、えっとま、今年あのその固定資産税の、えー 生産性革命実現に向けた焼却資産にかかる特例措置につきましてはその内容が拡充するということで今までもその制度はあったわけでその,あの昨年度の実績としましては申請が16件それによって令和2年度の軽減相当額は183万7291円となりました。 今把握している数字ではあの実績とこの環境性の割の影響額のみになりますけれども、よろしくお願いいたします。失礼しました。あ<の>あそれと、はい、すみません、えー、交付金の関係ですけれども、えー、固定資産税の,あの中根議員がおっしゃるように固定資産税の関係の中小金 中小事業者等が所有する消却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税の軽減措置と生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充につきましては新たに創設する新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金により全額が補填される予定となっております。ままた軽自動車につきましても 自動車税減収補填特別交付金及び軽自動車税減収補填特別交付金により全額補填される予定となっております。また、えー、納税猶予の関係ですけれども、こちらの方はあの猶予するということで補填はありませんがあの、一時的な減収に対応するために地方債の特例措置を創設されております。以上です。 八番、この関係ですねあの、住民の皆さんにも周知をする必要があるというふうに考えております。でまあ、ですで、ね、に、回覧とかホームページで行っているようではありますけれども、この辺の対応について、えー、改めて確認の意味で,です、ねあの、お答えをいただきたいというふうに思います山下税務課長。 税務課長ですえ。ただいまの中根議員のご質問にお答えしますえ。今回の税制改正による周知についてですけれども、え納税を猶予する特例につきましては、4月30日の施行ということで、5月上旬からホームページ、同法無線、チャットメール、会談、また今月の広報森町にも掲載しまして、周知に努めているところでございます。 中小企業等に対する固定資産税、都市計画税の軽減措置につきましても <coughs>、新型コロナウイルスの事業者向け情報サイトがホームページにございまして、そちらのほ、えー、まで産業化によってですね掲載されて、周知を図っているところでございます。以上です。よろしくお願いします。了解。他に質疑はありませんか。7番。七番、吉辻啓二君。 はい、7番四水です。えー、議案第53号、森町税条例の一部を改正する条例のお中でですね、えー、1ページ目、えー、第25条おという欄がありますが、一番下です。えー、下からあ4行目にですね、えー、町長が指定するものの中心または、行事の中で、 延期またはその規模の縮小により生じたという文が,がありますが、この町で町長が指定している行事というものは、あ例えばどのようなあ具体的に行事があるのか、また、あこれに該当する案件がどれぐらいあるのかあ、分かる範囲でお教えいただきたいと思います。 山下税務課長、税務課長です。ただいまの吉継議員のご質問にお答えします。えー、この寄付金控除の関係になりますけれども、これにつきましてはまず最初にですね、あの制度の方を少し説明させていただきますが、この制度を利用するにあたっては主催者がですね申請文化庁及び 文化庁またはスポーツ庁に対象となるイベントの指定を申請して、そこで公表されるようになっております。で町ではこの公表された行事とに対して、この寄付金控除として対応しますよということですので、その公表された行事に対して、町としてあの今 言ったようにあの対象にしますよという工事、またはとホームページでですね、すべての行事に対して対象にしますといったことをあの公表することによって、えー、寄付金の税額控除が適用されるというふうになってきます。で、現在、森町の,あの事業におきましても、えー、2つの行事がすでに文化庁に申請しているようです。 町として指定する行事につきましては、文化庁というのがありまして、まあ、それはかなりの数ですので、町の方で確認していただきたい、方で確認していただきたいと思いますけれども、その思いますけれども、その行事すべてに対してこと、というとちょっと ちょっと今のお答えがね、ず、ちょっとずれてるというか、うんちうん、ちょっと私に今、もう一つ理解できないんですが、まあ、梶原早紀、ちょっと私に今、もう一つ理解できないんですが、まあ、梶原早紀に、ね、2件の案件、ちょっと私に今、もう一つ理解できないんですが、まあ、梶原早紀に、ね、 2件の案件にとおっしゃったのと、ちょっと整合性が合わないかなってふと思ったですがね、理解不足かもしれませんが、もう一度確認にお願いします。山下税務課長。山下税務課長。税務課長です。ただいまのご質問ですけれども、ちょっと説明不足で大変申し訳ありませんでした。先ほど申し上げましたように、 対象となる行事につきましては、文化庁とスポーツ庁に掲載、のホームページに掲載されているものすべてが、あの対象となりますが、森町として現在そこにですね、申請しているものとしては、2つの行事がございまして、米村伝次郎のサイエンス賞と、岡と鳥のコンサートについてですね、申請をあげているということを伺って、 あの大変説明不足で申し訳ありませんでした。よろしくお願いします。他に質疑はありませんか以上 ?10 番,10番西田明君。1点お願いします。えっ、ー、計画税条例のお願いします。えっ、ー、計画税条例の一部でございますが、えー、提案説明においては、 えー、中小事業者等が所有する事業用家屋に係る都市計画税とあります。で一般これ一般宅には適用はもうすにされているのかあー、一般住宅は除外されているのかその辺お聞きします。 山下税務課長。最後です。ええー。最後の。二社員のご質問にお答え。お都市計画税につきまして。ええー。としてです 1> 1。はい。平田保健福祉課長。えー、保健福祉課長です。 中根幸夫議員の質問にお答えをさせていただきます。消費税の10%の税金に伴い低所得者のまあ段階別の保険料のまあ減を図るということで、まあ第一段階から第三段階まで軽減を行います。第一段階が年間3万825円を2万4660円の 6165 601円の軽減対象が名第2段階が1375円を4 1100円へ1万飛んで275円の軽減489人それから第3段階につきましては5 9595円の年間の保険料を5 7540円に。 えー、2000トンで50軽減、えー、対象が309人でございます。以上です。議長、8番、中根幸雄君。で、この額はですね、えー、一般会計にも歳入として出ておりますけれども、えー、保険料制度、えー 低所得者の保険料軽減分を公費で支援しますということで、国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1とありますけれども、それでよろしいかどうか。で、それ、もう一点ですね。えー、それから、まあ、あの、新型コロナウイルス感染症の影響により、えー、減免措置によりですね、え、収入が減少したこと等による、う、財政支援。 ま、これは、あの、今言いましたような、厚労省からも、事務連絡が出ていますが、今後の実績についてはですね、それらを積算しながら、要項等を確認しながら、特通調整国分としてですね、交付されるという解釈でいいかどうか、その点をお伺います。平田保健福祉課長。 保険福祉課長です。中根議員の再質問にお答えをさせていただきます。消費税の増税の低所得者への保険料の軽減ですけれども、収入につきましては中根議員おっしゃる通り、国2分の1、県4分の1、町4分の1ということでございます。それから新型コロナウイルスに伴う減免 の財政支援につきましては、国の特別調整交付金ということで、全額国から入ってきます。説明は以上です平田保健福祉課長 保健福祉課長です、えー、中根議員の最初の質問に回答するときに、えー、数字を私のですこい一点読み間違えておりましたので、訂正をさせていただきます。えー、第3段階の介護保険料の軽減の対象者ですけれども、先ほど309人ということで、えー、報告をさせていただきましたけれども、399人の誤りですので、訂正をさせていただきます以上です。 了解 <laughs>、はい、単に質疑はありませんか質疑なしと認めます日程第6議案第57号森町立学校設置条例の一部を改正する条例についてを議題としますこれから質疑を行います質疑はありませんか 3番岡戸です。えー、ご承知のとおり、えー、5月26日付で、えー、三倉小学校の PTA より、新型コロナウイルス感染拡大の影響による統合規律の猶予についての陳情書が議会宛てに出されております。 本条例改正に関わる内容でもありましたので、質問させていただきます。来年以降、再度コロナウイルス感染が蔓延した場合、学校においては分散登校という選択肢もあろうかと思います。この分散登校の方法として、文科省からも登校日や時間を分けて行う方法と、 各地区の公共施設等を活用する方法がホームページ上でも事例として出されておりますそこで質問ですが当6月議会にて条例改正が可決された場合であっても来年の4月以降三倉小学校にて分散登校を行うことはまず体制的に可能でしょうかお伺いいたします 教教育育長長日田彦君、教育長です。す、えー。岡田議員の質問に答えます、えー、実際、三倉小学校の、えー、場合ですね、分散登校が可能かという部分でございますけれども、法の解釈とかもあの文章のですね定義等はいろいろなところに書かれていますけれども、分散登校そのものは、学年ごとに分けたり、クラスを半分に分けたりしてできるまあ少ない人数で登校することという部分でございます。 先ほど岡戸議員の方から話あの提案がありましたように方法論的にはいろんなやり方があるということでございますけども三倉小学校また森町の全小中学校においては、まあ、基本的に分散登校をしなくても学校に登校できるとそういうような環境でございますので今のところ三倉小学校に限定すれば 実際人数が16、14、16名ですか、まあ、そういう状態でございますので、分散登校というのは考えておりません。以上です。3番、岡田昭雄君。えーまあ、分散登校については考えておらないという回答でした。 でえーまあ、当然ですね、分散投稿をしないならばあ、それ以外の対応策をきちんと立てておく必要があ,あろうかと思います、えー。森町ではですね、現実的にこの分散投稿をしなくても対応できる策をどのように考えているのでしょうか、お伺いします。もし、えー、そういった対応がです、ね、きちっとされているのであれば、えーまあ、この条項 条例改正についても問題ないと考えられるためまあこれも一つの判断基準になりますので、えー、お伺いいたします塩沢学校教育課長、はい、学校教育課長ですただいまの岡戸議員のご質問にお答えいたします、えー、森町といたしまして、えー、学校におけるコロナ感染予防対策 ということでのご質問でございますけれども、文科省からですね、学校再開に向けてのガイドラインが出されております。まあ、一般に持続可能な、持続的な生活の中の延長としてコロナ対応をしていくというようなことが謳われておりますので、学校におきましても通常の授業をする中で、生活の中でも気をつけなければならない、ならないやはり3密であるとか、 フィジカルディスタンスといった新しい生活様式に対応できる、対応してですね、各学校でできる範囲で対応の方を進めております。実際、学校の方に行きますと、窓を開放してですね、換気に十分注意するとか、登校時に熱を測る、マスクを着用する、あと、教室のスペースをいっぱいに利用してですね、間隔を 広げるとかですね、えー、あと密集を避けるために、えー、トイレ等の間隔の目安を作るとかもう考えられる対応の方はあ一通りしておりますしている状況でございます以上です以上教育長日梨達彦君、えー、教育長です、えー、補足をさせていただきます えー、町民の皆さん、または保護者の皆さんが一番危惧する部分については、今、えー、概要的に課長がおっしゃったことがすべてなんですけども、えー、学校の学びにおいて授業ができているかというようなところが一番危惧するところじゃないかなと思います。で、まあ、ご承知のとおり、学校というのは、時数管理をされています。 で、時数管理というのは、まあ、賛否両論あるもんですから、いろんな子供がいるというふうにして解釈すると、時数が増えればいいとかっていう部分ではないっていうのも重々承知してすしますが、まあ、国の方針としてそういうのが出ております。で、そういう中において、え、それぞれの学年が学ぶべき、まあ、基本的な標準時数っていうですね、基本の時数っていうのが出ております。まあ、それが、例えば、え、小学校の1年生で言ったら850時間ぐらいですよ。 2年生でいくと910ですよ3年生でいくと980ですよ4年生から中3行くと1015時間ぐらいやりなさいよっていうのは出ておりますまあその時数に対する今の状況、えー、まあ休みがあった場合それがこなせるかというようなところが一番質問があるわけでございますが、えー、もともと、えー、学校のの、えー 教育課程のプログラムを組む場合ですけどね、一応、それぞれの学年の時数っていうのがありますが、えーまあ、月曜日から金曜日までの一生大体35週の割り振りでやっておりますけども、どの日本全国、大体どこの基本的なスタンスですけども、今の段階の、えー、統合の、まあ、解除されている状態だと、えー、ある程度、どこの地区でも、えー、時数的な問題はないと思います。 ただし、それを、ま、ある程度、いろんな予測をすると、まあ、確保する意味で、無理をしているのが、例えば本年度の場合でいきますと、夏休みだけは申し訳ないですけども、少し8月、7月の終わりぐらいで終わっていたのを、日本全国、どの地区も大体8月の中旬、お盆前後から、8月、まあ、森で言いますと、8月の8日から8月の24日まで、 の17日間は休みであと8月7日ぐらいまでは、まあ、大変だけどもちょっと頑張ってねというような取り組みをさせていただくところでございます。 これについては、新聞市場でいけば、全国で言えば10日のところもあるし、1週間のところもあるし、っていう部分で、全然蔓延してないところはいつもの通りというようなところも日本全国どこでもありますけども、先ほど言いましたように、標準時数をある程度、学びだけじゃなくて、まあ、子の道徳的な取り組み、または運動会とか行事とかですね、そういう部分をきちっと考えていくと、まあ、そのぐらいの夏休みをちょっと、 えー、食ってですねやれば今のところ問題なく授業の方がこなせると思っております。以上です。です3番, 3> 3番岡田夫君。はい。えっ、ー、と、質問には、えー、と了解いたしました。で、えっ、ー、と、少しちょっとこの。 条,条例改正から外れるかもしれませんけど、今ちょっとやり取りしてる中で、ちょっとお伺いしたいことありまして、もしあのそれはちょっとあの質問の趣旨からそれるよということであればご指摘ください。というのはですね、あのまあ、このコロナの件で、あのまあ、一番自分も憂えてるのは、もう一般の方がね、例えば僕があもし感染しちゃったよとなった場合、あの即、 まあ,あ、学校の休業に結びつくっていうか、そういうことが考えられて、非常に、なんていうのか、自分自身もプレッシャーを感じてる、かからないようにっていう意味でプレッシャーを感じているところです。で、そうしたときに、その、この休業するっていうところの、その、判断、例えば、袋井で、で、誰か、どなたが、あの、あった場合は、あの、守りも休業、 あ休校しなければいけないねとかあそういうところのルールとまでは言えないと思うんですけれどもその教育委員会もしくはその学校の関係、えーえー、の中で、えー、どういったところで例えば、いいであれば休業します休校します、まあ、浜松であれば、まあ、いいでしょうとかそういうものがあるのか。 取り決めがあるのかどうか、まあそこら辺もし差し支えなければお聞かせください。教育長日野寺達彦君、教育長です。え今の岡戸議員のご質問に答えお答えさせていただきますけれども、え決まりはございません。ただえそれぞれのえ市町で,ですね基準を作っておりますけれども、えご承知の通り。 もし感染が出た場合、うんぬ子供にしろ、大人にしろ、私たちができる範囲というのは限られております。すぐ私たちが行動に移せるかといったらそういうものではございません。ですので、まあ、保健所か、まあ、いろんなところの県、あの、県なりですね、入っての対応が始まっていきますので、まあそれを受けてっていうことになります。ですが、まあ基本的に考えていくと、感染者、まあ、例えば、えー、学校とかですね、保護者等です。いろいろ学校関係者に出た場合、 等については、まあ、本人は出席停止になると同時に、それぞれの中学校区が基本的には、まあ、臨時の休業になるというところは、どこの地区でも言えるんじゃないかと思います。また、一般的な、じゃあ、どのぐらいかという部分については、感染者が、まあ、濃厚接触がうんぬんの可能性も加味しますと、検査が出て普通の,あの皆さん、周りの州が異動がなければ、3、4日で始まるよ。 っていうのもあるし、2週間ルールというのがあって、まあ大体基本的にかかったかからんっていう部分を踏まえると、今の風潮で言えば2週間前後、えー、まあおとなしくしてるっていうんですかね、養生してるっていうのが基本じゃないかなと思っています。 ただ、今回私も考えるところは森町の場合については前回袋井で出た場合について同じ生活圏として、まあ、町の判断と同時にいろいろ協議した結果やはり同じ,で同じところで生活しているからやっぱり森町も、まあ、大事をとってそういう。 対応した方がいいだろうという部分でありましたので借地定義にその決まった通りに動くかどうかっていうのはまた調整の中でも協議調整をしながら進めていけたらと思っております以上です他に質疑はありませんか八番中根幸男君八番中根幸男です 若干、まあ、重複する点があろうかと思いますが、2、3質問させていただきます、えーまあ。今年4月にですね、専用中学校と森中学校が統合されまして、そしてまた来年4月に三倉小学校、天方小学校と森小学校が統合ということであります。しかし、まあ今年はですね、新型コロナウイルス感染症拡大 防止対策ということで、えー、休校の期間もありましたけれども、えー、まずちょっと、あの、外れるかもしれませんが、まずこの中学校の統合がですね、えー、通学路等も含めて、えー、順調にいってるのかどうかと、それからまあ、あ合わせてね、えー、小学校統合に向けての統合準備会等々、 その辺の取り組みがいかがでしたかという二点お願いしたいと思います。塩沢学校教育課長はい。ただいまの高根議員のご質問にお答えいたします。まず一つ目でございます。あの森中学校の統合後につきましての状況でございます。まあ学校の方に聞き取りをいたしまして。 だけれども、まあ、今年度ご指摘のように、コロナウイルスによる休校の期間があったものですから、学校生活というのも短くなってしまってはいますけれども、今のところ大きな問題はなく、落ち着いた状態で授業再開が果たされているということ。あと、生徒会のテーマとしてですね、令和元年後半から令和2年のテーマとして、融和というものをテーマとして掲げて、お互い2つの地域、 から一つの学校になるというようなことで、お互い理解し合おうという気持ちで、学校生活に取り組んでいる。で、あと、通学に関しましてはですね、学校においてもバス時刻を十分意識して、カリキュラムを組んでおりますし、生徒の指導も行っている。で、例えば、バス乗るまでに待ち時間を有効に利用するために、理科室、 を待機場所として当てまして、その間、自、まあ、習をするとかあ、担当の先生に質問をする時間であるとかいうものを設けて、えー、十分配慮をしているというような状況を確認しております。で、2、えー、つ目の質問でございますけれども、えー、っとあ、えー、統合に向けての準備の状況でございます。 小学校の統合に向けての準備でございます。第一回のですね統合準備会をどあこれですね。五月の二十七日に文化会館のショーホールにて準備会を開催しております。 まあ出席といのメンバーといたしましては、三倉天形森小学校の校長先生をはじめまして、12名の先生方、あと3校の PTA の役員、まあ、代表者の方12名、あと三倉天形森地区の町内会長連絡会の役員の方6名、主任児童委員さん1名を加えまして合計で31名の委員さんで、 準備会の方を開催しておりますまた、当日、教育委員会、ほか関係課として、社会教育課、企画財政課、保健福祉課も参加しております、まあ。第1回目ということでございますので、統合準備会の目的でありますとか、今後のスケジュールについて、あと、今年度の進め方につきましては、中学校の統合準備会、 で検討してきた課題につきましては、小学校と共通することも多いものですから、その中をご理解いただいて、それに、小学校の統合に向けて、さらに検討を深めていくというようなことを考えております。分野といたしまして、教育、通学、PTA、事務等の分野に分かれて、それぞれ検討を深めていく予定ですけれども、教育につきましては、放課後、 子どものですね、じ学校の終わった後の放課後の過ごし方であることが、あと通学に関しましても、えー、通学時の安全確保について等について、えー、今後検討を深めてまいりたいと考えております。以上です。委員<上>教育長平地敏彦君、教育長です。補足をさせていただきます。えー、準備会。 に向けてでございますけれども小学校につきましては昨年度のです、ね、3月ぐらいから森署三倉省、尼崎省に出向きまして準備会設立のための保護者のみに特化した説明会というのを開かせていただきました。 ですので、まあ、そういう中で、えーまあ、もちろん今までの戦争の中でいくと保護者もあの流れを重々理解していますけども、いよいよ中学校が終わったので、小学校の方も本格的に話し合っていきますよっていう部分でのご理解をいただくための時間を取らせていただいて説明をさせていただきました。 で、なお、えー、ここまで来る、ああの準備今、今回の準備会等についてもですね、ただただ今までの準備会だと、やはり行政主導中ですかね聞、聞く側からすると、やっぱり言うことも言えないんじゃないかっていうようなご指摘もあって、えー、前回、えー 要望書等をいただいたときの反省を生かしてですね、中学校のとあの準備会の反省を生かしながらということは、例えば資料もですね、事前にじっくり配布させてもらって、じっくり読んでもらった上で参加していただく。または、こちらの方が一方的な話にならないように、現場の先生方、管理職が中心となって、会の方を運営していく。 まあ、要するに、声を拾いやすくっていうですかね、流れやすいような対応をさせていただいているところでございます。で、まあ、先ほど課長が言いましたように、1回目については非常にスムーズというか、現場の校長先生、教頭先生、教務の皆さんも非常に、あの、勉強していただきて参加しておりましたので、流れ的にあ非常に自分、自分からすると、しっかり理解ができたなと思うし、今後、6月、あと、 5回ほど予定されていますけれども、えー、子どもさん、または、えー、保護者のです、ねまあ、声を生かしながら、まあ、中学校の統合のときの出ている課題、プラス小学校なりの課題等について、まあ、できる範囲に私たちも、えー、協議、調整をしながら進めていけたらと思っているところでございます議長、8番。 八番、長野幸雄君。えー、まあ、それこそ、あの、新型コロナウイルス感染症がですね、うんえー、どのような状況になっていくかというのは、なかなか、あ不透明な部分もあります。えー、しかしまあ、あの、学校も変,変則な形になってますけども、うん、統合準備に向けて、しっかり、その、着実に、えー、進める必要があるんではないかというふうに思います。まあ、あの、今後6回というようなね、 あのことも言われましたので、えー、特にそこはあ,あとですねそれこそあの静岡新聞にもお森町のお山間地の小中学校が統合をされるよというようなことで、まあ、特にあのお通学手段について地元の方も心配されているようですけれども えー、このお小学生に対しての通学手段をこうしますというような何かこういう,う案があるのかどうか、えー、その辺ちょっと伺いたいと思います塩沢学校教育課長はい、学校教育課長ですただいまのお中根議員の再質問にお答えいたします 小学生のバス通学についいての状況でございます、えー、バス通学に関しましては、中学の準備会の中で検討してまいりましたけれども、やはり、えー、森地区、三倉山形地区を結ぶ通学路線として、えー、考えておりましたので、小学生も含めてですね、検討の方をしてきております。えー、三倉地区につきましては、まあ、秋葉線 あと2つの町営路線であります大河内線、あと新たな取り組みの夢街道線の3本で通学時、登校時は利用して学校に行くような体制が現在取られておりますけれども小学校の統合におきましてもです、ね、さらにその延伸を今までは中学校の入り口まで が終点だったものを小学校の登校を考えて遠州森町まで直行運行するというようなことをかわります。天方地区につきましては、秋葉線、吉川線の2本で遠州森町までを通過し直,直行して、直行と言いますか通過して運行をしているというような状況でございます。以上です。 了解単に質疑はありませんか10番西田明君、はいまああのこの条例改正でありますが、まあ、あの府警の方から請願が出されておりまして第1の方でも審議をされる予定でありますがが。 私は今のコロナの情勢、また大きな災害等を考えていきますと、この施行期日、令和3年4月1日から施行するとなっているところにです、ね、これが正しいかどうかは分かりませんが、正し書きというものが必要ではないかと。 考えております、えー、ただし不測の事態が発生し施工が困難と判断された時はこの限りではない私は今中根議員からも言われましたようにコロナがなかなかいつ収束するかという見通しはなかなか立たないまた今北京では第2波の心配がされている東京でもですね もう二日三日続けて40人以上のコロナの感染が出ているという中で、えー、森町では今幸い感染者はおりませんが、いつ感染者が出てくるかはわからないという中では、やはりこのような文言、文言が必要ではないかなと思っておりますが、またそれから小学生という 非常にナイーブな子どもたちの年齢ということで非常にです、ね、長時間の通学もしなければならないという中でつい最近もです、ね、交通安全をしていますとお腹が痛くなってトイレを借りに行ったので今、遅れてくるよとか。 そういう子供たちが出ております。そういったことも考えますと、この文言、文言が私は必要ではないかと思いますが、担当課ではどのように考えているでしょうか。 教育長日梨俊彦君教育,教育長でございます、えー、西田議員のあのご質問にお答えさせていただきます、えー、まあ、正し書きが必要ではないかという部分まあ、これも先ほど、えー、西田議員のお言葉で言いますとコロナだけじゃないよ大きな災害もあるじゃないかというようなことでお話をさせていただきましたがまあ 先ほどから私たちがお話をさせていただいているように、基本的なスタンスとすると、まあコロナの問題については、まあこれから長く付き合っていかなくちゃいけない問題であるということがあると思います。ですので、新しい生活様式をしながらも学校も生活、その生活もやはりならないように気をつけていくっていう部分の段階にな。 入っってててきいるんじゃないかなかと思っておりますですので、まあ、お気持ちの中では重々理解しますけども私たちとするとやはり町の姿勢として10年代の町の,、えー、掲げあの課題意識の中で生まれたこの、えー、学校再編計画等については、えー、基本的には、えーまあ、正しくは気をつけずに来年度の4月をもって、えー、統合するというようなスタンスで進めさせていただきたいと思っております以上です。 何に質疑ありませんか。七番,7番吉次慶二君。七番吉次です。一、えー、点お伺いをいたします。あの私はあ前村松町長の時でもうすでに六年ほど前に一般質問でも学校統合の方向へ向けて研究会になり。 そういう方向をすべきではないですかというような一般質問をさせていただきました。これまでも私はあの統合に向けての方向で対応してきたつもりでございます。ただし、その中にですね、条件といえばですね、しっかりした住民説明、それから 対応、丁寧な対応、そういったものをね、あの、前提にした上でないとあいけないのではないかなと。まあ、行政にしてもあ、そういうことが今後のね、教育において、えー、大変重要ではないかなと。まあ、そういう前提のもとで賛成をすることでして、対応してまいりました。で、この陳情書がですね、 あのー、求めているのは、PTA の皆さんやあ、住民の皆さんがですね、えー、できれば、統合は反対しないけども、しっかりしたプロセスで、えー、統合に向けたね、あのー、行政を運営してほしいというような内容が随所に見られます。先ほどね、えー、教育長が、 中学校統合に向けての準備会の反省も踏まえて、えー、今回は大変しっかりしたね、あのー、対応をしてきているというようにおっしゃいましたが、少なくとも、おこの陳情書の文面からはね、特に下段の方に行くとお、そのような配慮が欠けているというように書かれております。私はやはりね、あのー、そういう、お 説明なり対応なりがあ、より一層求められるというふうに思います。例えばこの条例が、あまあ委員会でもお話し上がれるでしょうが、えー、通ればですね、あの、この要望書そのものが、あ意味、効果があなくなるということでですね、この統合案というのは大変大きな、あ町にとっても 行政課題でございます。ですから、あの、この今までの長い歴史を思えばね、住民の意思、思い、こういったものがちゃんとしっかりしたプロセスでね、行ってほしいんだという気持ちはね、私も自分の地域も、そして多くの中山間地の皆さんのことを考えるとね、そうあるべきだというふうに思っていますが、この陳情書からちょっとそのあたりが欠けているというふうに書かれて、 おりますで、えー、こういった大きな問題について、まあ、この課題がね条例についても補正予算にしても行政処理上一番最後に来ているっていうこともありますがあるんでしょうがやはりこういうことをねもう少ししっかりとあの住民に対する対応のねあの、まあ、こういったものをもう少し最初にね、えー、議題に乗せてから あ皆さんがよく分かった上で、あのー、審議を、採決をしていくということがあできるなら望ましいのかなというふうに思うわけですが、まあ、先ほどの教育長のお話とね、この文面がね、かなり乖離されてるというところにね、あのー、どのように考えているか、あお尋ねをいたします教育長、日なじた君。 教育長でございます。えー、この町長の方に出されたですねあの請願等についての文書私たちもじっくり読ませていただきましたで今吉知議員がご指摘説明していただあのお話があったようにこれからどうどうにして進めていったらいいかという部分では、えー、町長も踏まえてやはり、えー よりよく進めていきたいなっていう部分の解釈で統一しておりますけども、文面をですね、自分たちからするとですね、少しちょっと抵抗がある部分、例えば、委員会も何も計画してないじゃないかとか、西洋中学校のあれも何もやってへんじゃないかと。私たちからすると、ルール準備をさせていただきながら、説明会を何回も開かせていただいてきたっていう経緯の中での 対応でございます。ですので、基本的なスタンスは保護者、または地域の住民、もちろん子供、または先生方、 もう踏まえてですね、みんなが先ほど、まあえー、空回りしないような取り組みになるようにという部分では、一部分の保護者たちもあるし、うん、ここからまた反省すべきは反省しなくちゃいけないなという思いも持っておりますので、まあえー、これが先ほど言いましたように、空回りしないように、中学校の反省を生かしながら、統合の時の反省を生かしながら、まあ、ぜひ、えー、小学校の統合がうまくいくように、えー、こ,これからの残された月日をですね、充実したものにしていけたらと思っております。 他に質疑ありませんか六番岡野豊君はい一、えー、点お願いします、えー、先ほどですね えー、学校教育課長からあ森中学校の状況について、えー、まあ、お話がありまして、大きな問題は特にな,なく落ち着いているよということでございました。で、まあ、あの、通常コロナがなければ私たちも、えー、卒業式ですとか、えー、入学式、えー、そういう折に学校の中に、で、えー、まあ、生徒の顔を見たり、生活の状況も見れるんですけども、今の状況だと学校の中にはちょっと入っていけないと。 いうことでえー、またあの新しい環境に、まあ、入りますと生徒さんも、えー、環境になれるまで時間があ,あるのかな。で4月からバス通で私のお自宅の裏にバス停ができました。で毎朝、まあ、子どもたちをお、まあ、迎,迎えて、まあ、送ると。 いうことを毎日続けてるんですけども、えー、なかなか学校の中の状況は分からないですけども学校教科長から、えー、大きな問題はなくということでそこの大きな問題がないというところにちょっと,、えー、ちょっと今なんか小さな問題でもあったのかなと思ってしまったんですけどもそこら辺はどうでしょうか、えー、もう一度お願いします。 教教育長日俊彦君教育長長君でございます、えー、先ほどの課長の話の、まあ、解釈の中でという部分を踏まえて、私の方から補足をさせていただきます。基本的なスタンスについては、常に1週間、ほとんど、えー、校長さんとです、ねまあ、あの統合以来ですね、まあ、タイムリーの時に連絡を取り合って、このご大丈夫か、元気かという部分については、お話をさせていただいています。 えそういう部分において、えー、統合、まあ、要するに、えー、統合してきたミクラあ西洋中の子どもさんがうんうんというところは、今のところその聞いておりません。ただ、まあ、あのそうは言ってもなれない。 環境ででてるる、えー、まだ人見知りをするよとかそういう部分の話は聞きますけども一応、えー、それぞれの担当の方からの話からするとうまく溶け込んでいるというような話を聞いておりますでなおかつ、えー、専用中学校から、えー、職員を、えー、森中学校の方へ、えー、同時移転あの今回のあれで移動をさせたのが2名いますのでその2名については本当に、まあ、タイムリーと同時にその来た子どもさんについては日々 まあ観察値ですかね、何か悩みがあったら言いないよというようなことの声かけをさせていただいています、まあ、そういう中においても、まあえー、私の方に入ってくる、学校を通して入ってくる声としては、えー、あの問題がないというようなことを聞いております,以上です議長6番6番岡野豊君、はいり、えー、まああの教員2名をお、まあ、新たに配置していただいて、えーまあ、声かけをしていただいていると。 ということで、えー、やはりあの違った環境でですね、あのーまあ、同じ学校からあではありますけども、森中学校に行きますとですね、えー、なかなか、あのー、話もできない、でまあ、思うようにちょっと環境になれるまで時間かかるのかなと思います。で、4月も1週間あですかね、学校通って、今、やっと1ヶ月。 で、毎朝、子供さんたちに通学する姿を見ると、まだちょっと大きな声で投稿していくっていうところは、まだそこまで行ってないのかな。まあ、もともとおとなしい子供さんなのかなとも思うんですけども、えー、おはよう、行ってらっしゃいということを毎朝やってます。で、まあ、子供さんの顔色ですとかね、あの通学の姿勢とかそういうのを見てますと、えー、まあ、あのー、だいぶ馴染んできてるのかな。 でこれがあの、まあ、教員があいろいろなフォローをしていただいてるということですので、えーまあ、安心をしましたけれども、えー、地元のですねやはりあのー、この保護者の方今回の陳情もそうですけれどもいろいろこの情報がね、えー、来ていないというようなそういった面をまあ やっぱり心配をされています。今回のこの条例改正にあたって、えー、地元住民、保護者へのおまあ広報ですね。こういったものをどういうのように、えー、されるか、えー、その点をお伺いしたいと思います。市長、塩沢学校教育課長。はい。えー、学校教育課長です。 たただいいままのの岡野議員のご質問にお答えいたします、えー、今後の学校統合に向けての地元、えー、保護者等への周知につきましてでございます。えーまあ、統合準備会、えー、各組織の中から代表者を出していただいておりますので、その中で、えー、具体的に決まったこと、 につきましては、報告の場をもってですね、地域に皆さんに説明の方をさせていただくような場を持っていきたいと考えております。また、あの毎回というわけにはやはりいきませんので、やはり議論が煮詰まって、煮詰まってといいますか、決まってですね、ある程度報告ができるような段階になりましたら、報告をさせていただく、夏ごろかなというように見込みをしております。また、あと、統合準備会、 の開催にあたりましては、えー、森町の広報で、えー、全国配布の広報誌、またあ学校における学校だよりが回覧で回させていただいて、興味の内容を回させていただいております。また、あーホームページにつきましては、えー、その当日、えー、検討会で使った資料とかです、ね、議事録の方も掲載しておりますので、そちらも合わせて、えー、皆さんにご覧いただきながら、 えー、確認をしながらあ授業の方を進めてまいりたいと考えております。以上です。記者六番、六番岡野豊君。はい。えー、まああの今私のうちで中学生がバスを降りるのがだいたい七時三十二三分ですかね。<laughs> えー、まああの東照教育委員会の職員があまあ横断歩道に立っていただいて、えー、まあ。 横断をするうう、そういう安全対策もしていただいております。で、今度は小学生につきましては、まあ、堤防で降りることなく、遠州森町に入ります。で、私の自宅のとこで中学生が降りて。遠州森まで行くには、まあ1、一二分程度ですので。えー、まあ、そんなに。えー、まあ、小学生一年生だと、ちょっと。時間、バスに乗る時間も長い子がいますが。あ、そんなに長い時間を、また、バス停まで行くということはない。 と思いますあの中学生と小学生やはりあの小学生は割となじみが早いのかなとはあ私も思いますけども、えーまあ、小学校は小学校で子どもたちのケアですね心のケアの方を十分にしてほしいなと。 といいう,うに思いますで候補の等につきましては、まあ、きめ細かに候補していただけるということでとにかく情報は子どもたちの学校の生活ですとかそういった状況も流していただきたいなと思います。で最後に小学校これから統合が入るわけですけども子どもたちの学習におけるそういった問題点 教員の方から声かけをしていただくとか、そういうことをしていただきたいと思いますけれども、中学校と小学校のそういった対応のもし違い、小学校はこのように中学校と違う充実したものを入れるということが案が今ございましたら、最後にそれをお聞きしたいと思います。教育長日内俊彦君 教育省でございます。岡野議員のご質問にお答えいたします。中学校と小学校のまあ心云々というんぬんちる部分については、私そのものは、 またコロナで引っかまあコロナと引っ掛けるんだったらという部分も踏まえるとコロナの問題と新しく仲間になってきた問題と、まあ、いろいろ違いがあるかもしれませんけども基本的なスタンスとするとやはりストレスが溜まってるとかっていう部分については共通されるんじゃないかなと思っています。ですので私個人的な思いとするとやはりそういう部分についてに一番大事なのは大人として 子供たちにちゃんとお話をしてやるとか、対話してやるっていうんですかね。話を聞いてやるっていうか、そういう部分が一番大事じゃないかなと思っておりますので、えー、保護者。 または担任ですかね、教師にですね、まあ本当に自分たちから声をかけて、おい、調子はどうだとかっていう言いながらですね、子供の心を開いてあげると、まあそういうのが一番身近にできる対策じゃないかなと思っております。もちろん、まあ心の問題等について重篤に考えてくると、スクールカウンセラーとかソーシャルワーカーとか出ていきますけども、基本的には毎日生活している子供たちでございますので、やはり一番よく知っている親、お 親としての保護者、または指導者としての教師がです、ね、子どもといかに関わっていくかという部分が一番大事だと思いますので、やはり大声は出していけないというコロナの流れがありますけれども、やはり子ども理解のために少し声をかけてやって、安心感を与えられるような生活ができればと思っております。以上です10番西田明君 2点お伺いします。1点は、当事者である子供たちの声はどのように聞き拾い上げているのでしょうか。もう1点は、企画財政化にお聞きします。公共施設の削減、まあ、その削減にかかる時点では、国の地方交税、まあ、増額されることもあるでしょうけれども、今後3校が 並行になり学校がなくなってくる中で地方交互の額というものはどのように減少していくのでしょうか塩沢学校教育課長、はい、学校教育課長です たただいいままのの西田議員のご質問にお答えいたします。1つ目の子どもたちの声に対しての対応でございます。平成30年の8月から、町の統合に向けての取り組みをする中において、関係する小学校、中学校において、そのため、統合に向けての準備をしております。当然、この体制づくりといいますか、 学校の設置に関することももちろんですけども、やはりメインは子どもをどのようにこう安心で,です、ね、次の統合に向けて準備をしていくかということで、3章の組でありますとかっていうのを共同で話をして、新しい森省へのロードマップを作って、それぞれの段階において準備の方をしております。 やはり現場の先生の中で子どもたちの声を聞きながら統合に向けて準備をしているという中から準備会において意見をいただきながら進めているというような状況であります以上です佐藤企画財政課長企画財政課長です三項のまあ再編に伴いましてまあ交付税がどうなるかというご質問でございます 以前ですね、学校の総合教育会議においても若干ですね、お話を差し上げた内容になろうかと思います。まず、中学校におきましてはですね、これはあくまでも基準財政需要額ということでございますが、交付税においては、学級数と学校数というものが、単費用として計算をされますので、 1200万程度の交付税の上額ベースでは減額となるということでございます。それから小学校におきましては、2校分ということですけれども、これは合わせて、小学校におきましてもです、ね、合わせて学級数と学校数、学校数というところが影響してまいりますので、金融体制上額ベースで2500万程度と。 というこ,とでこれにつきましてはです、ね、ちょっとあのデータとしてはちょっと古いんですが、2九年度、あすみません、失礼しました、えーとですね、平成30年度のです、ねえー、交付税の算定に基づき、算出をした額ということでございます。以上です。10番、西田明君はい。えー もし差し支えなければですね、子供たちの意見の中で、えー、統合はこうだよ。統合は賛成だよ。まあ賛成だよって言ったかどうか知りませんが、統合いいね。そういった声がもし、えー、あり、えーおし、お聞きできれば、そういった例、こういった声がありましたというのがわかりましたらお、お伝えいただければと思います。えー、それから、 まあ、もともと、この学校等配合というのは、国の公共施設の削減というものが、大きな柱がある中で、こういったものが進められてきているんではないかって、私はそう思っておりましたので、森町でも3700万学校がなくなることによって、え、地方構成の削減がされてくるというような感じだと。 思っております。こちらは答弁は結構です。教育長日なじゅ彦君、教育長教育長でございます、えー。統合に関するですね、子どもの生の声というようなご指摘がございましたけれども、ご承知の通り、子どもはですね、今学びの中で統合云々という動きは理解しておりますけれども、えー、そのまあ。 単任を通して統合に対してどう思いますかとかっていうような質問はしていません。で、今のところっていうですかご、ご指摘も踏まえ、新聞報道とかいろんな今までの流れの中で保護者がですね、子供とどういうふうな関わりを持っているかによって、その子供さんの思いというのは非常に違うというのは顕著でございます。ですので、今の段階で言えば、正直親御さんが悩んでいたり不安だねっていうような声を お話をしているようだったら、やっぱり子どもがそういう思いになるだろうし統合が私たちからすればこの統合のプロセスをきちっと踏んで新たにあの統合の中に方向性が定まったとすれば学校の教職員について えいよいよ新しいあの世界が待ってるよ、頑張っていこうね、悩みがあるけども、苦しみがあるけども、これからが勝負だよというような投げかけはできると思いますけども、今、ご指摘のとおりいや、統合が嫌だ、寂しいとかというような声については、私そのものについては聞いておりません。以上でございまます他に質疑はありませんか4番加藤久彦君 えと一つは確認ですけども、えー、先ほど教育長が、えー、請願が出されたとおっしゃられましたけど、これ、陳情でよろしかったですかね。ちょっとそこら辺の確認ですけど、あともう1点ですが、えー、中学校の統廃合の時の反省を生かしてというようなお話がありましたけども、具体的に どのような反省点があったのか、それとですね、もう一点ですが、えー、現場の先生方の声、統廃合に向けた先生方の声は、どのような声が上の方には上がっているのか、その辺をお聞かせをください。 教教育長日成俊子君教育長長君でございます、えー、保護者等について、私等の教育委員会に出ているのは要望書という形で出,出してきていただいたと思いますが、議会そのものに出,出ているのは、まあ、陳情という形で出ているんじゃないかなと思っておりますで、えー。反省を生かしてという反省等についてどうだということですけれども、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、一つは、まあ、行政主、 まあ中心っていうですかね。まあ事務局の方が一方的に話、まあ私たちはそういうつもりはなかったんですけども、一方的に話をして自分たちの話す時間がなかなかないよっていうようなご指摘をいただいたという部分で、えー、学校の状況をよく知っている担当の,あの学校の先生方にも温度をとっていただくというような改革をさせていただいたり、また資料等についても深く読み解くその場での進行になってしまいますので、もっと事前に情報を 渡してですね、じっくり考えた上で、その会に臨んでいただくというようなところの取り組みとして、資料を1週間ぐらい前に配布させていただくような形を取りました、まああそうですね。その統合準備会等についてということでございます。はい。それと、職員等の声っていうんですかね、まあ、これについてももう、 私たちの流れの中では、平成のですね、20、私がまあ教育長になって以来の動きもありますけれども、24年から町としての動きが始まってきたわけです,です。ですので、そういう動きの中で森町の新しい学校、教育の再編計画がですね、進められていくという部分は、それぞれの解釈の中で、 お話をさせていただいてますし、管理職を通して断定的にまだ統合になったよとかっていう部分についての話はしないで言葉を選びながら子供たちの心を耕すというような形で今までのところは進行しているところでございます。またこれがもしこのご理解、ご承認をいただいて新たなステップがなった時にはいよいよ新しい学校に なっていくんだよというような部分でまた職員も一段となって子どもの心を耕すようなそういう教育の方をしていけたらとそのように思っております他に質疑ありませんか質疑なしと認めます日程第7議案第58号令和2年度 森町一般会計補正予算、括弧第5号を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか ?8 番、中根幸男君、えー。8番、中根幸男です。えー、2点ほど質問をさせていただきます。初めにあの 歳出の90ページ。えぇ、ー、2二項二目、児童措置費ということで、まあ、今回、あの、小規模保育所、新設改良整備、うん、あ、改修整備事業補助金ということで、1133万3000の、お計上がございます。えー、これは、あの、私の近くでですね、 中川下地内に建設をされました、そしてまた6月1日にですね、すでに開園式も行われたというふうに伺っております。で、この園のですね、経営者等が誰なのかということをまだちょっと伺っておりませんでした、それから建設規模、保育士さんの,保育士さんの人数、 から現在の演じ数と何人かと。えーまあ、基本的にはこれは0歳児から2歳児までということで、19人以下というものだと思います、えー。それからですね、あの、町内だけなのか、町外の方も入っているのかどうか。その辺を1点目に伺います。もう1点はですね、ちょっと飛びまして、 えっとあ、11、12、13、14ページにかかる部分であります。10巻1個2目、事務局費の小中学校情報機器整備事業、1億1967万円の計上です。 これにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、文部科学省が進めるギガスクール構想をです、ね、前倒しし,たしまして、児童・生徒が使用する端末機器や通信機器等の整備を進めるため、予算を追加計上されたということでございます。 でこのギガスクール構想につきましてはですね、令和元年度の補正予算に1億2800万円が計上され、全額繰り越し免許とされております。で、まあ、コロナウイルス感染対策としてですね、全国的にこの動きがあるようにも聞いております。で、従ってですね、えー、早めの 対応が望まれるわけですがこの入札の発注と契約の時期そしてまた工程をどのように考えられているか伺います平田保健福祉課長保健福祉課長です中根幸紀夫議員の一点目の質問にお答えをします 10ページにあります、3巻2項、2目の補助金ですけども、小規模保育所新設改修整備事業費補助金1133万円のこの保育園につきましては、名称がユーナ保育園という保育園でございまして、所在が中川の1194番地の1置にございます。事業者につきましては、 株式会社、ユーナ建築設計が運営をしております。定、えー、員は19名で、えー、規模としましては、えーまあ、保育室が、0歳児の保育室が10.84平米、えー、1、2歳児の保育室が58.24平米、あと調理室であるとか、木浴室であるとか、えー、庭園、えー、屋外の庭園、 がございます。職員につきましては、えー、園長を含めて保育士が6名、それから調理師兼管理栄養士,管理栄養士として1名があいらっしゃいます。それから別に駐車場を208.41平米ほど借地で利用してございます。えー、現在の入所の数ですけども、えー、11人があ通って ております。町内の子どもが10人と広域の関係で袋石が1名の11人でございます。歳字別に申し上げますと、1歳児が8名で2歳児が3名ということでございます。以上です。塩沢学校教育課長。はい、学校教育課長です。 ただいまの中野議員のご質問2問目にお答えいたします。ご案内のとおり、3月議会におきまして、ネットワーク設備、設備整備事業におきまして、ご承認をいただいております。この今後の整備予定でございますけれども、えー、今日あさってになります、6月の18日になりますけれども、 プロポーザル方式による業者のプレゼンテーションを予定しております。この授業におきましては、かなり広範囲各学校における整備を伴いますので、一番効率的で効果的な整備を目指しまして、プロポーザル方式を計画しております。また、審査の結果につきましては、6月23日を予定しております。 また、議会のにおきまして、えー、契約の締結についてお願いする見込みでございます。以上です。以上。8番、中根幸男君。はい、あのまず1点目のですね、優、え、奈、ー、保育園ですか。えー、これ、あの、私、ちょうどですね、この6月1日にあの近くまで行く用事がありまして、あのー ちょうどその開園式の時に行ったんですけどもあの、駐車場はちょっと狭いように感じたんですね。で、その辺はあは、まあ、園児数の関係もありますので、まあ、現在11名だということであれば、当面はいいかと思いますけれども、何かその確保するような予定があるのかどうか、えー、その辺がもし分かればですね、教えていただきたいと思います。えー、それからあの 2点目の、ギガスクール構想ですけどもね、えーまああの、全国競争ということになるかと思いますのでね、できるだけ早めの対応をしてあの、いい業者にですね、発注をしていただきたいという意味で質問させていただきました。でプロポーザル方式といいますとあの、一般競争入札のような形になるのかどうか。えー 特に制限とかですね、そういうのは設けていないのか、えー、指名、指名プロポーザルなのか、一般公募なのか、指名なのか,どか、その点だけお願いします。平田保健福祉課長、えー。保健福祉課長です。えー、中出議員の再質問の1点目についてお答えをします。えー、駐車場につ、えー、きまし では、えー、まあ今後拡大の予定があるかということでございますけれども、えー、まあ実際あるかないかということについて、現在うちの方では把握をしてございません。以上です。塩沢学校教育課長、はい、学校教育課長です。ただいまの中根議員のご質問二問目でございます。は、え、い、ー。 この業者の選定につきましては指名のプロポーザル方式による選定を予定しております以上です了解単に質疑はありませんか10番西田明君12ページの上段の防災0004防災安全交付金 津学路安全対策新赤松線だと思いますこの測量設計業務委託料、これは全線を設計業務されるのでしょうか。そして、この委託はどこに決まっているのでしょうか。それから、先ほど中根議員からも質問ありましたギガスクール構想。まあ、これ、えー、三倉天方省も、 対象の学校となっていると思いますが来年度もしこれが統合されていくとなるとそこにかかる経費というものが半年ぐらいで必要なくなってくると思いますがまあタブレットとかはそれぞれ持っていくということですけども w i f i とかそういったものの設置にかかる費用というものが無駄になるように思いますがどんなふうにしていくのでしょうか。 中村建設課長 <laughs> 建設課長です。えー、西田議員の、えー、ご質問でございますけれども、えー、まず12ページの、えー、0004、防災・安全交付金通学路安全対策の委託料の件でございますけれども。えー、あの 測量設計とされておりますけれども、この測量設計につきましては、当初予算の中で、現在、発注を、作業を進めておりまして、まだ入札が終了しておりませんので、業者についてはまだ未定ということでございます。それから全線の設計かどうかということですけれども、全線830メーターございますが、全線にわたって、 測量設この、えっ、ー、と、今回、補正でお願いいたしました測量設計業務委託につきましては、追加で、保証物件調査について委託を予定しているものでありまして、この内容につきましては、830メーターの区間のうち、 一区と私達言ってますけれども、雨宮区画の南端からですね、森省の正門までの間のえっと保証物件調査を計上をさせていただいております。以上です。塩沢学校教育課長、はい、学校教育課長です。ただいまの西田西田議員の二問目のご質問でございます。 えー、三倉山形のギガスクール構想への整備についての計画でございます。当初昨年、えー、昨年度予算でお認めいただいた環境施設整備補助金ネットワークの整備でございます。こちらにつきましては、えー予定えー、この事業につきましては、繰越の方をさせていただきまして、令和2年に整備をして、えー、で当初の予定ですと、3年から5年にかけて、3年間かけて、 えー、個々の生徒に、えー、一,台一人一台タブレット端末を整備するというような計画でございましたで、今回のギガスクールの加速による学びの保障という授業の中で、えー、一気に単年度で整備をしてしまうというような内容に、えー 加速化といいますか、事業が改変されております。従いまして、昨年度予算化したネットワークの整備につきましては、令和5年度全員に生徒1台端末が行き渡るような予定をしておりましたので、三倉天形小学校の整備は計画しておりません。まあ、今回、タブレット、 等の端末につきましては生徒一代ということなので、学校、まあ、統合後の学校でですね、1人1台、えー、全員が使用できるような状況に向けて整備を考えております。以上です。10番,10番、西田明君。はい。えー、新田中松線の関係で、まあ、茅、え、野、ー。かい 移設とかそういったものに関する委託料ということですが、まあ、1工区だけでこれ14、1451万6000円という委託料、あと残りの工区でどれぐらいの金額がまだ必要になってくるのでしょうか。中村建設課長 建設課長です、えー、この、今回、計上させていただいた、えー、1451万6000円の内訳でございますけれども、先ほど言いましたとおり、1億分の業務ということでございます。えー、と、えー、まあ、あの、ちょっと概算の数量でございますけれども、建物が、えっ、ー、と、全体、 1国、2国、全線で34の家屋がございます。そのうち1国分としましては15棟、残りの19棟が2国というような地図上の拾いですけれども、そういうふうになっております。15棟の主に建物の調査、それから敷地内のお。 すべての工作物の調査を行いまして、トータルで1451万6000円というような積算になります。2工区につきましても、先ほど言いましたとおり、19棟ありますので、これ、同等プラスアルファの金額がかかるのではないかということで考えております。以上です10番西田明君 えー了解えー、またその下にあるちょうど改,修改築工事に伴う用地買収この1087万6000円も、この1工だけの買収費でしょうか、それとも1、に含めての金額でしょうか。中村建設課長。えー、建設課長です、えー。西田議員のご質問の。えー と、こういう財産の購入費の1000トンで87万6000円の件でございますけれども、これにつきましては、1工区のうち、えっと、雨宮地内にあります、一筆の買収費でございます。場所はですね、雨宮区画整理の南に隣接しております、現在、 民間の月埋め駐車場になっている部分の買収費でございます。これは、えー、面積としては7全体で708平米ございまして、それに町の買収単価をかけていると、この金額になるということで、1国のうちの首都府での買収費になります以上です。 何質疑はありませんか。六番岡野裕君あ、すみません、えー。それでは一点お願いいたします。十、え、三、ー、十四ページ、えー、先ほど中根議員が質問されました。えー 10巻1項2目、事務局費の17節の処備品交流、1億とび275万円につきまして、ちょっと質問させていただきます、えー。令和2年度の当初予算におきまして、えー、この、まあ、パソコンの使用量につきまして、2223万7000円の予算ということで、予算付けをしましたけれども、えーまあ 当初の説明の中で、これらのコンピューターのリース期間を説明があったかと思います。で期間の残りがです、ね、飯田小学校、令和3年2月満了で、これが一番短いリース期間で8か月が今残っております。で、一番長いものが宮園小学校では、令和6年の9月満了ということで、4年以上、まあ、リース期間まだ残っていると。 6年だったかと思いますけども、そのうち4年が残っているんじゃないかなと思います。このパソコンのですね、各学校、すべて学校にあったかと思うんですけども、5校、この、これらのパソコンをどのように利用していくのか、それぞれ学校の台数とその利用ですね、今後の利用をどうしていくのか、それをお願いいたします。 学校教育課長です。ただいまの岡野議員のご質問にお答えいたします。えー、現在、えー、各学校におきましては、えー、クラス一クラス分があ一度に、まあ、パソコンがあの授業ができるように、パソコンを各40台、一クラス分ですね、えー、整備の方をしております。で、えー、天方省、三倉省につきましては、15台の整備をしております。 でえー、ご案内のとおり、それぞれの学校で、えー、コンピューターのリース期間があ5年ではありますけれども、リリースの期日がこう年によってです、ねえー、ずれているというような状況がございます。でえー、今後、パソコン、えー、タブレットの端末を1台、えー、導入を検討しております。 えーまあ、その場合、えー、このリースーしているパソコンはどうなるかということですけれども、リ、えー、リース期間の途中解約というのはできませんので、今、ある契約の期間満了まで、えー、パソコンとして、えー、利用することとなります。ただ、あこの今回導入を予定しております1人1台の端末につきましては、えー、機能をです、ね、学校の 教材機能にこう特化して、中身をこうそれ以外の利用というのはできないような状態で、かなりこう言葉で言いますと軽いような内容にして、使用目的を絞ってです、ね、パソコン、タブレットとなりますので、今回、今までリリースしていたものっていうのは、逆に今まで身近にあるパソコンと,にと同等なもので処理できるような機能というのがまだたくさんあると。 ということになりますので、えー、従いまして、まあ、差別化を図りまして、一、えー、人一台のパソコンでは使えない機能を持っているパソコンとして学習に利用するでありますとか、えー、また、一人一台パソコンを導入した際、まあ、機器の故障でありますとか、えー、破損であるとかっていうのも十分考えられますので、その場合のお予備機として利用する。またですね、 あと、プロジェクターを各教室に配置しまして、えーまあ、個々のパソコンとプロジェクターを利用しながらあこう、授業の中で利用していくというようなことも考えておりますので、えー、1人1台パソコンとは別に、ですね教室に1台使うパソコンとして利用するとか。 いうような利用を想定しておりますので、えー、今のリース中のパソコンもそのような方法で利用か有効利用を図っていきたいと考えております。以上です。以上六番。六番岡野豊君。はい、えー。まあ台数がかなり、えー、まあ多いようですが、えー、まあリース期間をまあ それぞれ、まあ、学校ごとにはリリース期間がずれているというのはまあ分かりますけども今、えまあ、学校で1クラス分が40台整備されてますということですが、まあ、やはり1クラスに1台自由に使えるパソコンを置くということにしても、まあ、台数が増える、まあ、余分な台数があるんではないかなと思いますけどそれについてそういうものはないのかもう一度お願いします。

の利用につきましては、今後もですねリース期間中につきましては、無駄にならないようにといいますか、有効活用、先ほど3点ほど利用の方を説明させていただきましたけれども、それ以外にも、また利活用を検討して、無駄にならないように活用してまいりたいと考えております。以上です以上上ででですすす番6番岡根豊君はい、えー、それから今度今度回のですねね予算がです、ねえー 10巻1校2目、事務局費に計上されているわけですけれども、パソコンのまあ使用量につきましては、令和2年の当初予算でも、10巻1校、これは2目の教育振興費に計上されております。で、本来は学校で使用するこういったパソコンにつきましては、事業別予算を取っておりますので、 事務局で使うものとは分けるということで、本来そういう形を取っていると思います。で、今回、教育振興費から、えー、事務局費にこう予算計上をしたというところですが、えーまあ、あの事務局費はまあ小中学校全般にかかる予算を計上するということで認識をしているんですけれども、今回、徴用 費で備品で万円これはネットワークということの説明がありましたので、まあ、これは小中全般にわたるネットワーク整備なのかなというふうに思いますけれども、この1億275万円につきましては、学校で使用するパソコン、これを事務局費で計上したということです。ここのの理由ととですねこの学校備品として活用 する教育パソコンの購入を事務局費に計上しますと、えー、まあ、備品管理上、えー、まあ、備品管理、備品管理台帳があるかと思います。これ、教育委員会事務局費で管理する備品と、学校で管理する備品台帳、こういったことに不都合が生じないかという、ちょっと危惧をしておりますけれども、これについて予算をこの事務局費につけたという、この理由をですね、 お願いをいたします。佐藤企画財政課長、えー、企画財政課長です、えー。ギガスクールの端末の予算計上をですね。新校費につけず、えー、まあ事務局費につけた理由ということでございますが、えー、これにつきましてはあの、えー、そもそもですね、えー。今回のこの提案があの、えー、新型感染、えー 新型コロナウイルスの対策に関係する事業ということでございまして、それにつきましてはです、ね、それぞれのいわゆる総務経費のところで,です、ね、計上をしてさせていただいているという整理で、今回、計上させておりますので、この端末につきましてもです、ね、こちらの教育総務費の方で、便宜上、計上させていただいたということでございます以上です。 塩沢学校教育課長はい、学校教育課長です。ただいまの岡野議員の2問目のご質問でございます。えー、備品の管理上、不都合が生じないかということでございます。えー、たった今まで、えー、各学校において使っていたパソコンにつきましては、リースが満了後、順次、えーえー、なですか、備品としての、から外していくということになりますので、 えー、その都度、うん、今度入れ替える端末に切り替わって備品としての管理が移っていくというようなことですのでを予定しております以上です他に質疑ありませんか三番岡田明夫君三、えー、番岡田です 12ページのところで、10巻教育費の一番下段で、小学校情報、小学校情報機器整備事業のところです。先ほど来より質問も出てますけれども、タブレットの前倒しということで、これは、あの コロナの影響で、学校のいろんな取り組みをオンライン使ったり、いろいたそういった情報機器を活用してやらなければという国の方針の中で前倒しがされたものと思います。で、まあ、あの、森町でも あの光ファイバーの整備について、山間部の光ファイバーの整備については、まあ、本年度、事業にあの組み込んでいただきまして、ま,あ、まさかそれをあの決めるときにはね、コロナがこの蔓延するとは思ってもいなかったですけれども、おまあ、そういったあの町の取り組みがですね、えー、非常にあの今回、あの えー、役立っているのかなと思って評価しております。改めて評価しております。えー、まあ、国の方もですね、えー、第二次補正予算で、さらにこの光ファイバーの整備、未整備地区へ、えー、まあ,あ、予算で言いますと、約500億円投入して、えー、推進していくということですので、えー、まあ、えー、まあ、ね、願わくばこの、補正予算のが、今回の森町の、 お光ファイバーのに使えればねよかったんですけれども調べたところちょっとそれは使えないようなので、えー、ちょっと残念なところはありますけれどもまあ流れ的にはそういったあの腸の取り組みというのが非常にちょっとかったかなと今回思っておりますで、えー、質問ですけれども、まあ、今回この、まあ、ハードについての整備が主だと思いますで先ほど、まあ、タブレットについてはやや専門 性のののあるうももに特化したものっていうのはちょっと説明ありましたけれどもでえっ、ー、とこの実際のソフトはですねこれを使うソフトっていうのは、えー、どのようなものを考えているのかあー教えていただきたいと思います。まあ、このハードの中にまあ、この予算の中にこのソフトも入もう織り込み済みなのかソフトはまた別で選定して、えー 導入するのか実際に使うときそこらが一つ、えー、教えていただきたいと思います塩沢学校教育課長学校教育課長ですただいまのお岡戸議員のご質問でございます導入する端末へのおソフトについてでございます まずですね、今回導入する端末の機種につきましても、まだ今回 iPad で計上はさせていただいておりますけれども、大きなものとして3機種ございます。ご案内の通りだとは思いますけれども、Windows と Google、あと iPad、 まあ、あの3機種あって、えー、それぞれあのハードの特徴といいますか、使い方なりが違うというようなことがございます。まあ、そこらへん、まあ、どのような機種を入れるかということ、あと、岡戸議員からもありましたように、どのようなソフトを利用していくかということも、今後の課題としてございますので、えー、現在、ですね、えー、町におきましては、森町情報教育推進委員会というものを作っておりまして、 えーまあ、目的としては今後、新学習指導要領によります、プログラミング教育でありますとか、まさにこのギガスクール構想の ICT への教育の対応について、検討する委員会、各学校からですね、代表者を委員として集めて、検討する委員会がございます。その中で、今後森町としてどのような取り組みをしていくかというのを見通す中で、 機種の選定でありますとか、ソフトウェアの導入を検討していきたい、でまあ、もちろん、ですね町だけではなくて、晩秋地区においても、やはり情報共有をして、足並みを揃えて取り組んでいきたいと考えております。したがいまして、今現在、現時点でのソフトでありますとか、具体的なものというのは、今後、検討を進めながら、事業を進めていきたいと考えております。以上です以上 3番、岡田夫君。はい、えー、っと、おーまあ、あの私もいろいろちょっと国の動き調べたところ、光、まあ、ファイバー等の整備はやはり総務省、それから、あのまあ、今回のギガスクール構想は文科省、それからあの経産省でも実はこのあの、まあこん、今回のコロナウイルス感染 小対策の中で、えー、こういった学校関連のところで、学びを止めない未来の授業として、このエドテックっていうのを推奨しているとのことです。まあ、エドテックってちょっと聞き慣れない言葉ですけど、エドケーションとテクノロジーの、まあ、造語で、まあ、従来の IT 教育で使われている、まあ、インターネットを使用するっていうところから、 さらにこれを活用して教育にイノベーションを起こそうということで、まあギガスクール構想の中でこのエドテックが今後大きな役割を持つと考えておりますけれども、まあ経産省がここに関わってるっていうのはやはり、えー、そういった動きが新しい産業の目にもなるので後押しをしていることなのかなと思います。 でえーまあ、今、ソフトの話がいろいろございましたけれども、この、えーまあ、いろいろなああの計算省が後押ししてるということで、いろんな、まあ、あのソフトメーカー、あー業者さんが、まあ、いろんなあこういったソフトどうですかっていうのを開発して、まあ、今後、提供を。ををまああ してくると思うんですけれどもで先ほどちらっと今あの課長の方からもまあ晩秋地区である程度こう共有したいっていうような話もありましたけれどもまあこのこういったソフトを導入するっていう時はやはり県である程度こう推奨のものがあったりそれから先ほど話あったように近隣の市町のもので共有して情報共有して同じようなものを うん、使うとかあ、まあ、教科書なんかでもねあの何種類かあってその教育委員会がこう選ぶことをやってますけれども、まあ、それかもう単純に森町独自のものをこう使っていくのか、まあ、そこら辺の基準というのがどう考えているのかお聞かせください。以<上>塩沢学校教育課長 学校教育課長です。ただいまの岡戸議員の再質問でございます。教材の選定につきましては、町で独自でどのようなものが一番有効に利活用できるかというを検討するのはもちろんですけれども、やはり教職員の人事でありますとか、教材につきましては、やはり広くですね、いろいろな意見のもとに検討するべきであるというようなことから、 今までの経緯からしますと、晩州地域で検討して導入を決めていくというようなことになります。まあ、こちらのソフトについても、同様の時になることが想定されております。以上です。以上、3番。3番、岡田昭夫君。はい。えー、っと、最後の質問ですけど。まああの 今回導入するタブレットもそうですけれども実はあのパソコンもとても大事であのまあこう今世の中の主流がスマホとかタブレットではあるんですけれどもこう社会人に出るとやっぱりパソコンが使えないと、あのー、なかなか業務にこう使えないっていう企業の方の声も ありますまあ、今の若い人たちは、まあスマ、スマホとかそういうものは使いこなせるけど、いざパソコンを使おうとすると、なかなかこう、あのー、その技量がないということで、まあ、タブレットのでの学習も大切ですけれども、まあ、一方でパソコンもやはり大事な、あのー、技量だなと思います。えーまあ、その辺の使い分けですね、タブレットと まあ、パソコンの使い分けをどう考えて今後行くのか。それともう一つそのパソコンもですね。まあ、まあ、僕らもこうパソコン使ってて突然壊れますよね。やっぱりハードディスクがあの壊れて。で、えー、今まで、えー、入れてた、入れてあったデータが、まあ、なくなったりソフトが使えなくなったりということで。 えーまあ、もし今後、パソコンを、今あるパソコンをまだ使っていくということで、なおかつ、ある程度こう予算がなんかつけられるのであれば、ハードディスクから SSD に,に交換して、それで長く、まあ、大事に使うっていう手もあるので、まあ、そこら辺も考えたらどうかなと思うんですけれども、その2つ、いかがでしょうか。 以上、学校塩田学校教育課長はい、学校教育課長です。ただいまの岡戸議員のご質問にお答えいたします。えー、パソコンとタブレットの違いについて、ご指摘の方をいただいております。先ほどその先にですね、えー、岡野委員からもご質問がありましたように、今現在リース中のパソコン利用はどうするんだというようなことの質問もいただいておりますので。 まさにですね、このようなパソコン的な利用として有効活動を図っていく一つの方法であるかなということでお伺いいたしました。ありがとうございます。またですね、今後のタブレット等の取り扱い等につきましても町の方の情報教育推進委員会の方で検討しながら進めていきたいと考えております。以上です。

はい、いありがとうございます,、えーっとですね。先ほど企画財政課長が今回のコロナ対策につきましてはそれぞれ総務経費に計上したという、まあ、答弁があったわけですけれども確かに、えーまあ、他を見ますとあります、えー、総務費につけておりますが、えー、90ページのー3巻1項4目老人福祉費の0003介護保険事業費これにつきましては えー、介護事業費はこの4目に計上されております。えー、総務経費ですけれども、おまあ、この保険福祉、民生費には、こうで総務費というものがありませんので、えー、1目に社会福祉総,う社会社会福祉総務費があ、まあ、ここに予算化をされております。でえーまあ、先ほどの答弁でま いますと一目の社会福祉総務すただ、これも新規予算ですでこれも総務費に計上されるべきであるかと思いますが、これは、えーまあ、当初から載っている0003の介護保険事業費に計上されているこの目を取っていますけれども、これはどういう理由なのか、この一点だけ。 え先ほどの答弁の中であったものですので、企、え、画、ー、財政課長からのまた答弁をお願いします。佐藤企画財政課長。企画 <laughs>、えー、財政課長です。えー 社会福祉費の老人福祉費における、まあ、感染症の事業の補助金。まあ、これもコロナ対策であるということでございます。こちらの民生費のですね、社会福祉費の社会総務費というところにつきましては、まあ、基本的にはですね、まあ、職員の人件費でありますとか、いわゆる 社会福祉費、つまり老人福祉、あるいは児童福祉、高齢者、あとは後期高齢者等々ですね、さまざまなものを抽出をして、こ認に社会福祉総務費ということで、グループ分けをして、計上してあると。 というところでございます。え、これにつきま、えっと、今回のですね、この感染症拡大の補助金につきましては、基本的には、介護保険事業所等のですね、に対する感染拡大の支援に対する、整備に対する支援の補助金ということでございます。そしてまた、あの、一方で下に繰り出し金というのがありますけれども、こちらにつきましては、介護保険の中の事業と、 ということで、介護特会の上ま繰り出す事業があると、えーまあ、そういったこともございましたので、これにつきましてはです、ね、社会福祉費の老人福祉費、えー、というところでの介護保険事業費ということで、計上をさせていただいたというところでございます。以上です。いいですか他に質疑はありませんか9番鈴木,9番鈴木拓司君 えー、12ページのー建設家の橋梁長寿,命長寿命化工事の件ですけどこの中には多分含まれていないと思うんですけど実はあ,のある町から他の市町村に架、えー、か,かる橋っていうのはそれほど多くないと思うんですけどあの板槻橋の件なんですけどあの。 手すりがものすごく汚く汚れてもう見,見れないような状況になっているんですけど、課長それご存知ですか <laughs> ご存知ですかって。<laughs> <え> <laughs> 長村建設課長。 ただいまの鈴木議員のご質問でございますけれども、あの板月橋の手数については、あの自分もよく通ってますので、あの承知しておりますが、あの橋に関しましては、えー、と県道橋ということで、えー、と県、静岡県の管理の橋になります。で、えー、と聞くところによりますと、あの橋梁についても、 長寿命化対策ということで、今後、事業を予定しているということで聞いております。その中で手すりの塗装もするということで聞いておりますので、はい、以上です。了解。単に質疑ありませんか ?5 番、中根真一郎君。5番、中根真一,、えー、一郎です。えー とえー、10ページのです、ねえーとえー、4巻1項の1目、えー、北健福祉課の播、えー、州地区の PCR 検査、地域外来検査センターの設置事業ということで、まあ、もう設置をされているのか、えーまあ、これからなのか、まあ、またどこにあるのかという確認の場所ですね。 それとですね、12ページの、先ほど西田議員からの質問の中にですね、第1航空ですかね、ちょうどの改修工事に伴う用地買収費ということで、1000トンで8 87万6000円。まあ、これについては、えー、予算が通った後ですね、まあ、いつ頃まあ執行なされるのか、まあ、その確認とですね、えー、先ほど、えー、鈴木議員からもありましたが、その下の道路メンテナンス補助金ということで、えー、橋梁の長寿命化工事、まあ、どこかを予定しているかとは思いますが、まあ 現段階でですね、何箇所とかどこの橋梁を予定しているというようなことがあるんであれば、そこについてお伺いをいたします。平田保健福祉課長。保健福祉課長です。中根新二郎議員の一点目の質問についてお答えをさせていただきます。 こちらの PCR 検査センターにつきましては、磐田市と袋井市と森町ということで、2市1町でもって共同で設置をするという事業でございまして、磐田市、袋井市でも6月に補正予算で上げている事業でございます。 この事業主体につきましては、県が PCR 検査を設置をすると、ただし委託をできるということで、2市1町で実施をするということで、7月から9月の3ヶ月間の開催といいますか、受け入れを、3ヶ月間の受け入れを予定して設置をするもので、予算が通りましたら、 7月上旬には運用を開始をしたいということで設置をするということで現在は設置をしてございません場所については岩田市内を予定をしております以上です中村建設課長建設課長です中根伸一郎議員のご質問にお答えしますまず12ページの 0004、えー、通学路安全対策事業のうち、えー、こういう財産の購入に当たりまして、えー、買収の時期ということでございますけれども、えー、これにつきましては、えー、今、えー、と予算お、お認めをいただきましたら、あ早速ですねあの、いろいろな手続き、まずあの税務署との事前協議等もございますので、そういうところをです、ねえー、進めながら、えー、なるべく早めに地権者との交渉に入っていきたいなと。 いうことで考えております、えー、まだあ具体的なあ日時についてはあ決めてはおりません。えー、それから、えー、っとその下の0005のあ、失礼しました。えー、っと、0、えー、橋梁長寿命化の工事の箇所ということでございますけれども、えー、当初予算におきましては、えー、工事につきましては、天津橋の歩道橋の補修工事、 伸縮装置の取り替え、補償、鏡面の補装ですね、えー、と予定しておりましたけれども、今回、えー、想定を上回る内需をいただいたということで、事業を進捗させるために、この天津橋の修繕工事につきましては、東予算においては、えーあえー、今とと令和2年と令和3年度、 2か年に分けて実施する予定でございましたけれども、えー、想定を上回るあの内需をいただきましたので、えー、事業の進捗を図るということで、えーしえー、天津橋歩道橋の新宿装置の取り替え、それから、えー、補走鏡面舗装工、それから断面修復工、す、え、べ、ー、て、えーえー 完了させるように、今回、追加で計上をさせていただいております。それに加えましてですね、当初予算には載せておりませんでしたけれども、中川橋の修繕工事ということで、現在、橋脚の補修は進めておりますけれども、それに加えまして、来年度、当初は予定しておりましたけれども、中川橋の床版のひび割れの補修工、 これも今回内需を追加でいただきましたので、えー、補正予算で追加させていただいてその事業についても進捗を図りたいということで考えております。以上です。了解です。他に質疑はありませんか。一番川岸和子君。川岸です。えっ、ー、とちょっと。 まだよく分かってないところがあって、ちょっとあの、えー、変な質問かもしれませんが、えー、6ページの、えー、新型コロナウイルス感染対応地方創生、えー、臨時交付金というのが、えー、8728万9000円というのが国から、えーえー、国庫補助金として出てきていると思うんですけど、これは森町として、えっ、ー、と、まあ スクール構想の方に活用したという認識でいいのかという点が1点と、えっと、ちょっと話をぶり返して申し訳ないんですけれども、その一人一端末の通信機器を繰り上げたということは私は非常に賛成なんですけれども、今、 先ほど、えっ、ー、と、学校教育課長の方から森町情報教育推進委員会というものが設置されているということを伺ってあ、あの、すごくちょっと期待をしたんですけれども、やっぱり何を導入するかとか、当然どういう教材を導入するかっていうのは大切だと思いますが、やっぱり、うんとどういう理念で何をもうん持ってその中身というのがすごく重要だと思いますので、えー、とそういう点での何か構想が あれば教えていいたただきたいですし、えー、と今までは教室の中で、まあ、一律のほぼ一律の、うん、一定の人数で一律の教育をしするようなスタイルだったのがこのタブレットを持ち込むことで、えー、例えば個々の、えーうん、まだ学力がそこまで追いつかない子とかに対応できるとかなんかそういう方面の希望も持っているんですけれどもそういう点で何かえっ、ー、と えー、指針になるようなものをもその森町情報教育推進委員会の方で何か話が出ていたらどうかなと思って伺います。佐藤比較財政課長、えー、比較財政課長です。一、えー、番目のご質問、えー、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のまあ充島に関するお問い。えー ご質問ということでございますこれにつきましては8728万9000円ということで参入の方に計上しておりますが重当先につきましてはただいまご指摘のとおりですねギガスクールの方,の方へ6158万9000円重棟をしておるということでございますこの差分ですね につきましては、すでにですね、補正の2号であるとか、あるいはまあ補正の3号、等でもですね、新型コロナウイルスの対応事業というものを実施しておりますので、そちらの方へですね、財源充当しておるということでございますので、えー、まあ繰り返しになりますが、今回のこの臨時、超創生臨時交付金の充当先については、教育費のギガスクール構想の方へ充当したということでございます。以上です。 塩沢学校教育課長学校教育課長ですただいまの川岸議員の2問目のご質問にお答えいたします、えー、ギガスクール構想につきまして、えー、具体的に端末利用での教育利用についてどのような構想といいますか考えをお持ちかというご質問でございますけれども、えー、まもともと森町といたしまして当初計画していたのは令和5年度まで に、一大端末を実現させて取り組むという計画を持っておりました。まあ、今回の新型コロナウイルスによりまして、加速化されたわけでございます。従いまして、当初持っている目的である、1人1台ということで、学習の進度にかかわらず、誰もがこう一度に参加できる授業というのを目的とした授業ということには変わりありませんので、 そのようなあ目的に向かって森町としてどのような取り組みをしていくかというようなことをまさに今後ですね検討していく必要があるかなと考えておりますまた今回の一つの大きなこの一人一台端末の柱と導入の柱といたしましてまこのような今回のコロナ コロナのような緊急時においてもですね、学習の学びを保障できると、まあ、継続できるというようなことももう一つ新たなテーマとして浮上しております。まあ、家庭、学校だけでなくて、学校以外でもつながる通信環境を確保するというようなことも、今回のギガスクールの大きな柱でございます。まあ、そのような中で、今後ですね、今まで全くこう学校の教材である もう備品であるものを家庭に持ち込んでっていうようなことで今までのこう考えとは全く違う新しい取り組みでございますので、まあ、あそういう取り組みにつきましては保護者の理解でありますとか、まあ、通信費自体をどうするかというような問題でありますとか、まあ、セキュリティ情報セキュリティの問題でありますとかアクセス有害情報のアクセス制限等々、あのー これ、えー、検討していかなきゃいけない課題っていうのはたくさんあると思いますので、そこら辺も含めて、えー、検討を進めてまいりたいと思います。以上です。一番川岸和子君。はい、ありがとうございます。あの先生方もあの初めてのことで、えー、といろんなことがに対応するのが大変だと思います。で、私個人のこことで申し訳ないんですけれども。 私の子供は、あの、森中学校で、えー、学校に行けなくて不登校だ,だったんです。決して勉強が嫌いだったわけじゃないんですが、学校にどうしてもあの坂を登れないという、あの、非常につらい思いをしたことがありますので、ただ、そういう子たちも、例えば別のクラスで同じような授業が受けられる、もしくは、うん、家にいながら、あの、同じような授業が受けられるっていうような、いろんな可能性っていうことも、あの、見ていただいて、やっぱえー、教育はやっぱ底辺の子を底上げするっていう、えー 基本的なところもありますのでそういう点も加味していただけたらと思います答弁は結構ですありがとうございました他に質疑はありませんか質疑なしと認めます日程第8議案第59号令和2年度 森町国民健康保険特別会計補正予算括弧第2号を議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか質疑なしと認めます。日程第9、議案第60号、令和2年度森町介護保険特別会計補正予算括弧第2号を議題とします。 これから質疑を行います。質疑はありませんか質疑なしと認めます。日程第10森町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。選挙すべき委員及び補充員はそれぞれ4人です。お諮りします。選挙の方法については、 地方自治法第118条第2項の規定によって指名推薦にしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。従って選挙の方法は指名推薦で行うことに決定しました。お分かりします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。 したがって議長が指名することに決定しました。森町選挙管理委員会委員に、岡田隆夫君、岡野佳弘君、榊原茂君、及び森下義明君以上の方を指名し、また同補充員に、第一順位、亀山成夫君、第二順位、 村松八重子くん、第3順位吉辻勝次くん、及び第4順位安形元成くん、以上の方を指名します。お分かりします。ただいま議長が指名しました方を森町選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と定めることにご意議ありませんか異議なしと認めます。従ってただいま指名しました 岡田隆夫君、岡野近弘君、坂木原茂君、及び森下義明君、以上の方が森町選挙管理委員会委員に当選されました。また、第一順位、亀山成夫君、第二順位、村松八重子君、第三順位、吉辻勝次君、及び第四順位、安形元成君、以上の方が順序の通り、党補順員に当選されました。 以上で本日の日程は全部終了しました。次回の議事日程の予定を報告します。6月25日午前9時30分、本会議を開会し、一般質問を行います。本日はこれで散会します。最後に相互の例を行いたいと思いますので、全員のご起立をお願いします。相互に例。 お疲れさまでした。